僕の計画で君とエレオノールの絆は最高のものに仕上がったようだ。だからこれは絆のゲームだ。僕が記憶をダウンロードして生まれ変わり、その絆を手に入れるか、君が助けに来て取り戻すかのね。待ってるからな。必ず取り戻しに来い。わしらの村を長い間保護してくださった方だ。庄司様の霊はここでずっと供養しよう。おじいちゃん、エレオノールを頼む。安心して、白金は必ず僕が助けるから。すまなかった。君を定義と勘違いするとは、取り返しのつかないことになるところだった。ううん、それよりギーさんの傷は大丈夫だ。さすがにちょっと効いたかな。マサル、こんなとこにいたのかよ。心配させやがって。つうか、なんだこりゃ。一体何があったんだ。白金にはもうあったかい。ごめんなさい、白金は僕をかばって。どういうことだ。何があった。でも、大丈夫。必ず助けるから。おいおい、助けるってなんだ。俺たちも一緒に行った方がいいんじゃ。それは無理だよ。危険すぎる。これはソナハ病。でもどうして。死にかけの人類諸君、気分はどうかね。僕はデウス、あまねく全ての人生に幕を引くデウスのフェイスレスだ。なんだあいつ。僕は古代ギリシャの悲劇が好きでね。特にエウリピデスのもので、結末に女神が空から現れるのがいい。そこでせっかくのフィナーレに、僕から君たちに女神を送ろう。見えるかね。なんだありゃ。嘘。君たちの悲劇の結末を告げるアルテミス。お分かりの通り、僕が病を与えた。治す術は君たちにはないよ。だがね、安心したまえ。死んでいくのは地上の人間全てだ。今や僕の銀色の女神は世界中を埋め尽くし、
聖書で言うところの破滅のラッパを吹き鳴らしている。どうだ、気に入ったかね。なんてこった、こんなことが。マサルさん、見ないで、今の僕を見ないで。エイスレス。マサル、クリボン君、僕たちが連れてこられた時乗ってた人形も運ばれてきたんだよね。確か。マサル、でもさ、ゾナハ病だっけ、なんで俺たちはかからないんだろう。それは多分エレオノールと一緒にいたからさ。彼女には生まれながらにゾナハ病に対する免疫がある。君たちはその影響を受けたんだ。マサル、飛んでる。さて、マサルを一人で行かせるわけにはいかないな。キイさん、お願いがあります。フェイスレス、許さないぞ。みんなを返せ、世界を返せ。シキシオ、お前がゾナハ病をばらまいたんだな。言い忘れたがね、女神に実体はないよ。世界中を飛び回るゾナハ病の病原体の集まりさ。埃のように小さいオートマート、アポリオン、これが君たちの体内で苦しみを発生させている。このままフェイスレスを追うぞ、マサル。キイさん、リーゼさんまでなぜ。どうしても一緒に行くって聞かなくてね。お願いです、マサルさん、絶対に足手まといにはなりません。きっと役に立ちますから。さすが伝説の200体人形破壊者のギー、よく我がクピドアロをかわしたな。でも君にはここで死んでもらうよ。フェイスレス様を追っていいのはその坊やだけだからね。先に行け、奴の狙いは僕だ。エレオノールを、世界を頼む。気をつけて。私はね、白金の中でも特に美しいお前に目をつけていたんだ。光栄だが、できれば人間の女性から聞きたい言葉だな。まだ体が動きが鈍い。私の嫌いなものを教えてやるよ。人間の顔にできるシワというやつだ。あれは全く醜悪だと思わないかい。だが私を見ろ、シワなど全くない美しい顔をしているだろう。ギー、お前は僕の次に美しい。残念だよ、君をオートマータにしてコンビを組みたかった。ありがたい言葉だが、ありえない。さようなら、ギー。
ナルミ、不思議だな。そろそろ君が現れるんじゃないかと思っていた。話は後だ。状況は分かっているな。世界が危ない。行くぞ。どこに？俺がお前と初めて会った場所、ゾナハ病研究所だ。クピディア、君の顔には大嫌いなものがたくさん刻まれていたよ。何？ゾナハ病の治療マシーンが？ああ、通称ハリー。開発したのはフー。道家のフーか。奴によれば、君たちは真夜中のサーカスの戦いを生き延びた強者だ。そこで君たちに頼みがある。長年の研究の末、ゾナハ病原体の虫型オートマータアポリオンを退ける機械が完成した。なんだと？それがあればゾナハ病が治るの？ああ、しかし開発したところとの一切の連絡が途絶えてしまった。一台きりの試作品もどうなったかわからなくなっている。オートマータか？その通りだ。だから君たちが行って完成した機械ハリーを守ってもらいたい。場所はゾナハ病研究所だ。フーはお前の力も必要だと判断した。研究所に何度も行ったことがあるからな。だが俺は反対した。お前はあの飛行機事故以来生きているのに連絡もしない冷たいやつだからな。それでさっき殴ったと心配してくれていたのか。けっ、誰が。これでいい。この世に人間が一人もいなくなればエレオノールが誰かに心を移すことも僕らの恋を邪魔されることもないだろう。あのフェイスレス様。ああ、恐れながら質問してもよろしいでしょうか。言ってみなよ、コロンビーヌ。何のために私たち最古の三体はここにいるのでしょう。サハラの戦いで私たちは白金どもに敗れました。でもフェイスレス様はそんな私たちを回収し修理してくださいました。不満なのかい？いいえ、感謝こそすれ。そんな、でも造物師様のご意向がわからないのです。新しい人形がその後増えたにもかかわらず今もなおおそばに置いておかれる理由は何なのですか？滑稽だからさ。は、滑稽ですか？ああ、お前らバカバカしくおかしい。フランシーヌ人形がとっくの昔に消えてるのも知らずに偽人形にうやうやしく仕えていたとかな。面白いんだよ、お前たちは滑稽さ。おやさん、とりあえず倒れてた人たち全員中に運んだよ。お、こっちも終わった。でもよ、マサルのやつ変な人形操って空飛んだりしてあんな力があったなんて驚きだぜ。それもそうだけどよ、いくら力があってもマサル一人じゃどうなるものでもないんじゃないか。どうかな。案外期待できるかもしれないよ。言えることは一つ、もうマサルは坊やじゃない、一人前の男だってことさ。あのリーゼさん、やっぱり理由聞かせてもらえるかな。はい、以前言ったと思います。姉と二人で猛獣使いをやっていて、ビーストという猛獣に姉を殺されたと。うん、
覚えてるよ。姉が殺された後、私は猛獣を使えなくなりました。でも黒ヶ村でビーストに関わる者に出会ったのです。私は姉のことや猛獣を扱えなくなってしまったことに決着をつけたいのです。決着か。教えてくれてありがとう。まずは人間たちの滅亡に乾杯。人間たちの滅亡とフェイスレス様の最愛の女性ゲットのパーティー楽しんでる？はい、ハーレクイーン様。いい子だね、パンさん、アルさん。敬語使えるようになったんだね。はい、これ。これはディアマンティーナさん。鈍い子ね。捕まえたあの女への食事よ。優しいわよね、フェイスレス様は。あんたみたいな子にもちゃんとお仕事をくださるなんて。フェイスレス様のおそばには俺っちたちがちゃんとついてるから、安心してよ、あんたら。ナルミ！トム！久しぶりだな。よかった、無事で。みんなを助けて、研究所が人形たちに襲われて。ああ、分かってる。遅いわね、ミーハイ。ジョージとアシハナはすでに研究所に向かったわ。急ぎましょう。笑えるね。おいらたちビッグバンド相手にデュエットかよ。お前たちに本当のミュージックを教えてやろう。今度のお題は200億、利益が入るってもんでさ。来たわよ、ミンシアさん。何？まさかあなたのように美しい方がナルミのようなイノシシ男と知り合いとは。本来ならワインでも飲みながら。上がろう、もう戦いは始まってんだぞ。ミンシアさん、しばらく少年を頼みましたよ。行こう。正確な音程。音楽家気取りの間抜け人形。私たちに音楽は無理なのさ。なぜかって、私もお前もただのメトロノームさ。教えなせよ。あんた、一体何をやりたかったんで？別に。クソどもめ！ザナハ病は必ず俺が食い止めてやる！ねえ、お姉ちゃん、これからどうするの？そうね、とにかく探し物を見つけなくちゃいけないんだけど。見ないで。この人たちはおそらくこの研究所を守っていた兵士。でもなんでこんな変な格好で。トム、ここにいたらダメな気がする。行くわよ。さて、それはどうかな。俺はお前がそいつらと同じ運命をたどる方にベッドだ。あんたがやったのね。ああ、そうだ。そいつらはみんなこのギャンブラー・ジョーンズとのギャンブルに負けたのさ、ジョーちゃん。ジョーちゃん、バカにするな。私はギャンミンシアだ。せっかちな女だ。俺はギャンブラー。戦いにしても流儀があるんだぜ。逃げてトム、今のうちに。それはダメだな。卑怯な。ギャンブルには賭け金が必要だろう。
この子を助けたければお前が賭けに勝つことだ。僕はいいから先に行ってよお姉ちゃん。こんな奴が約束を守るもんか。おいおい失礼だな。俺もギャンブラーだ。嘘もイカサマもしないぜ。ただし取り立ては厳しいがな。いいだろう。仲間のオートマータから巻き上げた体のパーツさ。もちろんここに来てからは人間どもの方が多いけどよ。逃げてお姉ちゃん。わかったわ。あなたとの勝負受けるわ。滑稽か。フェイスレス様の言う通り、フランシーヌ様が偽物と入れ替わっておられたなど我らは疑うこともなかった。またそれか。事実を受け入れるのがオートマータだぞ。悔やんでも仕方あるまい。しかし言うな。今の我々の使命はフェイスレス様に全力でお仕えすることだ。でもさ、私たちに考える意識をくださったのはフェイスレス様じゃないわ。フランシーヌ様よ。どうか私と来て、私が笑える方法を見つけておくれ。そのフランシーヌ様がもうどこにもいらっしゃらないなら、私たちが今存在している理由なんかないわ。エレオノール、食事を。誰だ？フランシーヌ様！